こちらのロビーでお待ちください。なお、こちらは立ち入り制限区域でございます。一度外に出られますと、ロビー内にはお戻りいただけませんので。今10度ぐらい。ん ?10 度ぐらい。10度。夜なんか寒いと寒い。うん、大体同じじゃないか。うちの中で20度切ることあるからな。あ、20度切ったら寒いんだ。そういうことね、うん、あのさ、三六だっけ、あの三好のがあるとこってなんだっけ。三好の餃子あるとこってなんだっけ。大通り三六だな。三六だよね、うん、三六後で行きたいな。みたいな。いやいや全然大丈夫。あの、あ、いやいや、後で翔平と行くから。ああ、いろいろ。新千歳空港から苫小牧の我が実家の方に向かっている道中です。北海道って緑多いよね。帰宅途中に小さい頃よく父親に連れて行ってもらった、あの白鳥がねよく来る湖があるんですよ。ウトナイ湖って言うんですけど、でこれが地元のゆるキャラトマチョップです。なんか親近感湧く名前だよね。いないな。お前もあれだな、都会になってきたな。やっとね。しかも混んでんな。そんなことないか。あ、そんなことないわ。いけるべ。左、おれ。おれ。ありがとう。よし。最後に回せるわ。いいね。お晩です。お晩です。ちょっと苫小牧に今からあのスターバックスが先に出てきたらしいんで、今から、インラインホッケー日本代表の同級生翔平とスタバに行ってまいります。行ってきます。はい、Tホーク実家に帰ってまいりました。もうね、今結構遅い時間なんで声小さめですが、久々に実家で、明日はトレーニングして、まあタイトルマッチね、もう近いんで、近いというか、まあ14日ですかね。はい、それに向けてしっかり、コンディションを整えたいと思います。今日はね、あの本当にあの申し合わせなしで、たまたま、高校の同級生、そして、少年野球の時のコーチにね、本当にたまたま出会ってめちゃくちゃ嬉しかったというか、パワーももらって、で地元のすごい仲良し軍団とも会えましたんで、本当にこれをパワーに、なんかこう逆に僕が刺激をみんなからもらったというか、パワーをもらったというか、やっぱり地元っていいなと思いましたね。はい、これから、もう寝ようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。さっきっていうか今寝起きで、もう僕あの実家帰ってくると、この普通にソファー寝てるんですよ。この普通にソファーでゴリゴリ出て、今からジムの方にね、トレーニングに行きたいと思います。はい、やっぱ結構僕起きてすぐのトレーニングの方が好きなんで、でね、今ねすごい懐かしいものが出てきたんで、
ちょっと待ってくださいね。よいしょ。きなアメリカの AEW に出た時のパスが出てきました。こんな持ってたかな。なんか実家ってそういうのあれよね。懐かしい。かっこいいよねパート。このパス顔つき。で、あの実家あるある、ジャージダセえ。何のジャージこれ。このジャージ、実家のジャージダセえ。まあ、とりあえず顔洗って飯食ってジムに行ってきます。苫小牧、2日目か。明日タイトルマッチなんでね、しっかりトレーニングしたいと思います。行ってきまーす。さあ、今から午前中のトレーニングに行ってきます。あのね、こっから最寄りのジムが、実家からなんと車で10キロというやっぱり田舎あるあるなんですけど、めちゃめちゃ遠いという、徒歩何時間だっていう話なんですけど、はい、駒沢ジャンバーで軽苫小牧、先輩から受け継いだこのスタジャンで行ってこようと思います。それでは、はい、もちろんトレーニング前にみんな大好きセイコーマート、我が母校駒大苫小牧高校に来てます。懐かしいね。見えるかな、校舎がちょっと遠くにあるんですけど、駒大苫小牧高校を後にし、これから向かうのは緑ヶ丘公園ですね。はい、地元の人ならもう必ず知ってるであろう。まあね、球場とかも結構あって、少年野球をやっていた時にはね、このサッカーを上がってちょっと下った緑ヶ丘球場というところにね、よく試合してましたね。はい、高校時代とかもね、練習しに来てましたね。で、このね、坂がねめちゃくちゃ長くて、僕キャッチャーだったんですよ、野球部の時。その時って練習のたびにキャッチャー防具をフルセット担いでチャリンコで上がってくんですけど、この坂がまあ辛いんですよね。めちゃめちゃ辛くて、練習前に足がパンパンになるという、結構な距離あるんですよ。で、この、まあ、球場、まあ、公園なのかな、大きな、があるんですけど、この途中結構、エゾリスとかね、鹿とかキツネとか結構出てくるんですね。出てこなかったですけど、今回は。結構ね、遭遇しますよ、ここは。はい、これが頂上の、展望台がある、広場ですね。はい。展望台が見えますね、左手に。苫小牧を一
一望できる展望台にやってまいりました。なんとこちらの展望台は入場料無料ということで、苫小牧の街をねこう綺麗に一望できるというね、おすすめスポットでございます。ぜひ一度訪れてみてください。お次は苫小牧港ですね。はい、まあいろいろ喋ってるんですけど、これ風が強くてなかなか音が拾えなかったんで、こっちで今喋っちゃいますね。よく学生時代溜まってましたと話してます。はい、で結構今ねなんか立ち入り禁止のとこ増えちゃって、遠目の方から撮ってます。はい、試合前の夜ご飯はキムチとそして鶏胸肉のお鍋でございます。うまい、実家の飯はうまい。家族でご飯を食べた後はまたもややってまいりました、エニタイムフィットネス。何回ジム行くんだって話なんですけどね。まあ翌日朝が早かったんで、この日はダブルスプリット、グレートジャージで乗り込みました。イエイ。おざっす。会場向かってるんですけどね、大会当日。まあ相変わらずあの家を早く出すぎて、会場入りの1時間半前ぐらいに着きそうなんで、ちょっと今パーキングエリアでちょっと時間潰してます。はい、まあ今日タイトルマッチなんでね、気合入れて頑張りたいと思います。行ってきます。はい、試合終わって今からまた運転して地元に帰ります。体が痛い、安全運転で帰ります。試合の模様はもし YouTube 配信があったらそちらでチェックしてみてください。とにかく初防衛成功しました。それでは。試合後は小さい頃から家族で行きつけの焼肉屋さんで牛タン祭り、うますぎる。なんとですね、家族で食事後ソファーに座ったと思ったら寝落ちしてしまいました。で起きたら2時半だったので、またもやエニタイムフィットネス3時、もちろん貸し切りです。頑張ります。今から東京に帰ります。たまたまリンダマン選手帰りますので、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。